教習所は、大阪市何枠に本社を置く企業。1961年設立。合資会社ニッタオビカは製造所の旧、本社工場跡地の一部に設置された、ニッタの子会社であり、大阪とヨペットも、資本参加している。現在、何枠何和西のあわら自動車教習所と堺市、南区の仙北自動車教習所の2校。 経営しており、両校合わせて卒業生は30万人を突破した。現在は両校とも、普通自動車免許に絞って営業している。安全教育も1964年から実績を持ち、地域の交通安全センターとしての地位を確立している。業界に先駆けて、毎日入所できるシステムを開発した。大阪府内トップの障害者免許指導を行うなど、 CSR 活動に積極的に取り組んでいる。プロモーション活動も活発であり、業界に先駆け、免許名人の商標登録を行うなど、ブランディングにも力を入れている。戦国自動車教習所は、大阪府堺市南区にある大阪府公安委員会指定の自動車教習所。1976年に指定自動車教習所に指定された。 専国自動車教習書に関するカテゴリー、ありがとうございます。